はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。あーです。アークザラと精霊の黄昏ですね、やります。よろしくお願いします。鼻水がね止まっているうちにやるんだと言ってもこれ何日ぶりだよっていう話なんだけど、よし、行くぞ行くぞっていうか、何をすればいいんだこれは。おい、まだだろ、まだズガロだって。ズガロの死体が横たわってるじゃねえか。早く片せ、手厚く葬れ。よろしくね、頼むよ。まずカトリアさんの精霊石が80個か。80だと結構持てるんじゃないか。とりあえず満タンにして、回復はしてあるんだよね。お金が483ゴールドしかないんだけど、いらっしゃいませ、ダーク様。ということで、精霊石を、限界まで。左利きでしか限界まで買えないと。まあ、こんな200個ぐらいあればいいか。で、他になんか買うものは、よくわからないんだよね、俺がよ。金串が49。これね、上がったところでさ、ダメなんだよね。当たんねえからさ。眠らせか。カトリアの鼻の高さ具合が半端じゃないですよね、これ。あ、コメントはありがとうございます。逆に考えるんだよ、これ。カトリアはね、今はババアだけど、ひでえな、これ、ちょっと。ね、ポットに入れられる前、一人用のポットに入れられる前は、すごい可愛かったんだって、絶対そうだって。そう思ってないと、こっちはやってらんねえんだって言ってんだよ。ストーンラッシュ。ランドアックスは、なくなっちゃってるのかな。アースクエイクが2だよね。で、ランドアックスが3で、あとメテオフォールが覚えられたらそれは大したもんだよな。ちょっと待って、俺、何すりゃいいんだっけ？ん？カトリア殿、あたしは何をすればいいんだい？どっかに行けばいいんだよね。どこに行けばいいんだ。とか地元、あれ、あ、飛燕か。飛燕をどうにかしないといけないのか。そうだね。完全に忘れてたよ。ちゃんと歩いてるね。守ってみせますってことは、まだ寝てるのかな。ん、眠っているようだ。そっか。あ、じゃああれだ、ゴーマ様をちょっとボコボコにしに行けばいいのかな。完全に失念していて、やっぱ日付が経っちゃうとね、なかなか思い出せない。これ鼻水がね、若干ね、ちょっと鼻の具合が悪くなってきたの。これ怪しいですね。何なんですかね、緊張してんのかな。アレルギーかな、実況アレルギーかな。許されねえだろ。実況やってんだっつってんの。これはダーク様、ご無事で何よりじゃ。バラム小屋の人間どもはどうされましたかの。あと一歩のところで逃げられた。そうでしたか。ところで、水炎のことで話があると言っておられましたが。そうだ、お前の言う通りに水炎に3つの餌を与えたが、何も起きなかったぞ。よくも騙してくれたな。待ってくださいね。本当に水泳に何の変化もないのですか。例えば、寝たまま起きないとか。なぜそれを。わしがうっかりと言い忘れたのですが、水泳は貧になる途中で深い眠りにつくと言われておるのです。なんだと。それじゃあ水泳は、貧炎になる時が近いということでしょう。そうだったのか。まったく、そんな大事なことを言わせるな。悪気はなかったのです。そうだよね。そこんなに切れることねえじゃん。わしもそろそろ物忘れがひどくなって、どうかお許しくだされ。まあいい。飛燕さえ入手できれば、アデネード大陸に向かえる。世話になったな、ゴマ。滅相もありません。ダーク様のお役に立てて光栄じゃ。ただ、いつの日か、わしも飛燕に乗って空を飛んでみたいと。人間を滅ぼしたら、真っ先にお前を乗せてやる。
ありがたき幸せ。なんかまだ話す？水炎が目覚めた時こそが飛燕誕生の時ですぞ。なるほどね。カトリス武器は？あ、ステッキか。ステッキしか持ってないか。アクセサリーは何もないもんね。早くね、俺カトリアさん使ってみたいじゃね。カトリアババアを使いたいんですよ、ババアを。ババアだ、どうですかね。精霊、でもそうなるとね、デルマの、ちょっと、デルマの使い方がわかんねえんだよな。どう使えばいいのかな。鷹の目でもね、装備させれば、ガツガツね、突っ込ませられるんだけど、とにかく当たらねえからな、攻撃が。それが問題なんだよな。ヒットがやばい低いもんね。攻撃力はね、ダークと同等なのに、レベル差があるから、デルマの方がやっぱ攻撃は高そうだよね。眠らせるにしたってもそんなもの、ね、呪文がないし、後ろから攻撃すりゃいい。ダーク様、大変です。水炎がどうした？突然燃え出して大きなモンスターに。そうか、ついにこの日が来たか。おいら何もやってないです。信じてください。分かっている、お前のせいじゃない。これまでの見張りご苦労だった。もうオルコスに戻っていいぞ。え、いいんですか？今オルコスは大変だ。戻って手助けしてやれ。わかりました。優しいんだよ、ダークはね。ぶっちぎりで優しいからね、本当は。そうか。ついに、飛燕に。大きなモンスター、そう、かなりね、でかい。こっち来た。あ、え、でか、え、でかくない？お前が飛燕か？なんと、かようなところで伝説のモンスター、飛燕を拝めるとは。これね、アークザラト3だともうちょっと大きかった気がします。これ成長すんのかな？貴様、飛燕を知っているのか？当たり前じゃん。わらわを誰と心得る。ピアンタ族の賢者、カトレアじゃぞ。貝原かね。あの小さな水炎がこんな姿になるとは。ボーマの言ったことは本当だったのだな。ああ、そんなことよりどうやってこいつに乗るんだい？この大きさじゃ全員乗ったら落っこちそうだぜ。心配無用じゃ。飛燕は己の大きさを自在に変えることができるからの。そういうことだったのか。見たところダーク殿に心を許しておるようじゃ。ダーク殿が話しかけてやれば立ちどころ望む場所へいざなってくれるじゃろう。優しいカトリア。よし、やってみよう。飛燕よ、俺たちをアデネード大陸まで運んでくれ。ん、え、ちょっとどうなってんだよ。飛燕のやつ自分だけ飛んでっちまったぜ。慌てるでない。ん、大空で己を大きくし戻ってくるんじゃろう。おお、すごい。よし、飛燕に乗り込むぞ。あのね、俺は今すごい感動してるんだ。このね、ダークサイドでは飛行船じゃなくて、これ飛燕にね、このモンスターに乗るっていうのがすごいし、それが飛燕っていうね、アークダルト2でも出たし、3だとね、本物の飛燕にも乗れたし、いや、ちょっとね、涙が出てきちゃうね、これ。やっぱり空飛ぶのって最高だよな。あんたたちも楽しかったろ？どこかだ。こんな恐ろしいものには乗るのではなかった。まだ気分が優れない。
ところでカトレア、なぜ飛燕は神殿に行かずここに降りたんだ？お前にその理由がわかるか？ほう、さような質問なら簡単なことじゃ。飛燕はの餌である水草が豊富なかような水辺の場所でなくては、え、すぐ死んでしまうと言われているのじゃ。名前は飛燕というのにおかしなモンスターじゃの。そのあたりの習性は水炎の頃と同じか。そんなことよりダーク殿、はよこれオプト神殿に向かわねば人間に先を越されてしまうぞえ。そうだな、ここでグズグズしてる暇はない。行くぞ。このね、あの精霊の黄昏の BGM もね、なかなかいいんだよね。あ、ここで休む、休むができる？どうせあれでしょ、どうせ体力回復しかないんでしょこの子。一応移動はできるんだ。アデネードどの辺なのかな、地球儀回せてもわかんねえな。これがアルディアだから下の方なのかな、上の方はちょっとわかんねえな、やっぱり。でもあれだね、あのこのアルト大陸、アルト大陸の下にね、ヤゴス島っていうね、すごくいい、南の島があったんだけど、それはやっぱり流されちまったのかな。いや、すでにあのアークザルト3で流されただろうな。寂しいな。外平原ルルム、ツツガ大地、コレプト神殿と、サラの森と、エルザーク原野。エルザークってのは聞いたことはあるな。飛燕に入るとここになるんだ。アリバーシャとバルバラードがくっついた感じなのかな。なんかね、エルザークって町の名前だった気がするんだよね、アークザルト2のアリバーシャだかバルバラードのさ、どうだったかな、ちょっと覚えてないけど。まあ戦闘だよね。よし、じゃあ、特殊能力、新しいのは覚えられない、威嚇だけか。リフレッシュ、マジックシードスピードアップ。うん、出たスローエネミー、スローエネミー来たか。あ、サイレントも来た。ウーファー、お前は何がしたいんだ。とりあえずこれでいいや。まずカトリアの強さを見たい。あ、フォーメーションが、やられたいのはどいつだ。フォーメーションがやばいですね。ドラゴンフライが来ちゃったやろ。名前はハンターフライとドラゴンフライ、ピンクじゃないですね。範囲攻撃はちょっと難しそうだな。こういう時だよね、なんだっけ、エクサイトメントが使えないのがすごい難しい。こうね、うまいことね、フォーメーション組んでくるのがね、非常にうぜえんだよな。カトレアを守らないといけないんで、とりあえずボルグで容赦せんぞ。守護聖よ、我に加護。幸先良すぎ。俺に続け。どうするダーク、やっぱりトルネードかな。敵を飲み込め、風の渦、トルネード。いや、強えな。ちょっと私の出番だね。デルマの出番ないかもしれないな。ちょっと当たりゃいいんだけどな。それくらいでは。やっぱ PS2 だからかな。あ、まあダウンロード版だからかもしれないけど、かすりもしないね。音声が飛ばねえんだよ。わらわのばっちゃんの。スピードは遅いけど、やっぱ動けるね。これデルマと一緒に組ませてスピードアップさせるといいかもしんねえな。で、じゃあもうストーンラッシュ、あ、範囲攻撃ですね。できればもうちょっと広がらねえかな。
ま、魔力ね、精霊石ちょっと 5ぐらい払ってさ、増やしたいよね、範囲を。じゃあちょっとやってくれ。石の雨よ、敵に降りかかってたもん。ストーンラッシュじゃ。あの、なんだろうな。すごい生々しいな。ウーファーの怒りを知れ。それ俺は魔族を救う。どういう感じで岩を増やしたのかな。もらっておくぞ。てっきりあのやっぱアースクエイクみたいにさ、私の出番だね、地面から起こすのかと思ったんだけどさ、石とかを。あー、範囲広いね。遅い。わらわらお相手しようじゃ。広い、すげー広い。これはいいや。何でも良いぞ。お、そして俺のものと言わないこの何でも良さ、俺は謙虚だな。謙虚な心を持った魔女は好きだぜ。届かねえ。ウーファーウーファー、もう少し手伸ばせ。止めて、尻尾使え、尻尾。よし、これでいい。よし、あ、そうか、ここからまた。これルルムは町なのかな。お、あ、あ、マジか、ここは。ちょっとやばい、やばい系の人たちがいっぱいいるんだけど。バル族、ストーンホルダーか。あれがあると持てる精霊石の量が増えるんだよな。買っちまおうかな。な、人間だな、みんな。これ、オルコ族？ハグレオコ族。なんだよ、あんた。俺になんか用か。うん、そうそう、オルコ族がどうしてここに？アルド大陸にいるだけがオルコ族じゃないぜ。俺は世界をさすらうはぐれオルコ族っす。俺がゴーマに追放されて、いや違う。思うところだって、オルコスを旅立ってからもう10年以上。このルルムだけじゃない、いろんなところへ行ったよ。カラナ砂漠、クイナ火山、バルバドス、ドラゴニア、ガンダムバルバトスなんだけどね。あ、言ったっけこの話。この話言ったかな。でもどこにも俺の居場所はなかった。で、じゃあ何してんの。あんたつまらないこと聞くな。ここルームですることって言えば、この市場で、市場かな、売り買いするか、闘技場で戦って稼ぐか、酒場で飲んだくれるしかないだろう。結構あるじゃねえか。俺こそ帰ったら。じゃああんたにそんなこと言われる覚えはねえ。何様のつもりだ。オルコ族の族長にでもなったつもりかよ。特徴なんですけどね、今は。いらはい、いらはい、パーツの売り出し、大売り出しだよ。うん、武器を重くして攻撃力を高める。ちょっときついっすね、これ以上。あ、でもアボイド大して下がんねえか。アボイド出た、仕返しのトゲ、仕返しのトゲなんだよな、必要なの。あ、照準器がいいですね。魔法がでも下がるか。スポークってなんだろう。やっぱ鉄のあの鍵爪のことなのかな。あれ、ヘビープレートはダークしか装備できないんだ。じゃあアミジストコートがいいのかな。じゃあお金がねえ、お金がねえです。アクセサリーは鎧アゲハ、かわいいね。カトレアさん、あー、ディフェンスが上がる、これはあってもいい。ちょっと高すぎるんですけど。やっぱストーンホルダーなきゃダメか。まあ何にせよお金だな。よっしゃい、うちは薬草からヒエンの餌まで。え、どういうこと。ヒエンの餌を買う。どういうこと。インスピレーションを減退させる。え、ちょっと待って。ヒエンっていずれ何、パーティーアイテムじゃねえや。ちょっと どういうことなんだろう。お金ちょっと使えなくね、これじゃあ。ちょっとな、何するか分かんないじゃん。毎度どうも。大家族、ここはいろんな種類の魔族が行き交う街ルルムだ。驚いたろ。どうしてこんなに多くの種類、種族が一つの場所に一緒にいられるか分かるか。それはな、力のバランスだよ。
どの種族もルルムを制圧するほどの力がないんだ。ある種族が上に立とうとする。すると残りの種族が手を組んでそれを阻止する。その繰り返しさ。まあいつまでこの状況が続くかは分かんないけどな。ちなみにどんな奴がいるかは教えてやるよ。この町の人間を追い出し、最初に住み着いたバル族、闘技場と酒場を目当てにやってきたキラードッグ族、キラードッグ族もいるんだ。ちゃんと犬が金の匂いを嗅ぎつけた商人魔族のコラプ族、そこにいるやつだね。なぜかオルコ族もいる。それに俺たちオーガ族ってところだ。で、あんたは何族だい？ドラコ族だ。魔族もどきさ、当ててみろ。お前には関係ない。じゃあお前には関係ない。関係ないか。そうだな、ここじゃ誰も他人を気にしない。来る魔族は拒まずさ。魔族ならって話か。話、耳が早いな。あんた伝説のヒエに乗ってこの大陸にやってきたんだって？あのモンスターは戦闘中に呼ぶと技を使って助けてくれるんだってな。呼ぶって何？これがキラードッグ族か。闘技場にいたいんだが一人じゃ少し不安なんだ。あんた一緒に戦ってくれないか？甘ったれるな。一人で戦え。誰かいないのか。誰かいないの？ルルムには他にも同じキラードッグ族がいるけどな。負け犬と飲んだくれじゃ話になんねえ。キラードッグ族仲間になる系の話ですか？おお、なんだ、蛇使い、なんだ、山崎か、画廊かな。なんだあんた、言っとくけど俺は商売はしねえよ。俺はこいつに芸を教えてたんまり稼ぐなさい。なんなら見ていくか。おう、じゃあせっかくだから。オッケー、レッドスネーク、こんにちは。おお、すごい賢い。よし、次は高い高い。おらー、お利口だこと。続いてはジャンプジャンプ。おすごいすごいすごい。今のジャンプはいまいちじゃないか。レッドスネーク完成。おーかわいい。まあこんなもんだ。コブラってさ、毒あんのかな。ある、ヘビ好きなんですよ。ねえ、それこそお金がね、5000億万円ぐらいあればヘビもね買いたいぐらいですよ。うん。この奥は1階が宿や2階が酒場になっている。回復のコラボ奥もいる。ただし中でもおめごとはごめん。暴れたいなら闘技場行ってくれ。うん。闘技場のことはそっちのバル族に聞きな。バルってのは何なんですかね。バル。こんなモンスターはね、いなかった気がするんだよね。これセーブだっけ？セーブか。これはなんだ？壊れた銅像のプレートには、ベルハルト・バラック像とある。ベルハルト？うん。闘技場連続優勝の記録を打ち立てた孤高の剣士。若くから剣に打ち込み、強者を求めて生涯旅をするけど、その足跡かな？広範囲を渡り、及びか世界中に彼の武勇伝が伝っている。時にはハンターのように人々から頼まれ、彼らのために剣を振ることもあったが、決してその報酬は受け取らなかったという。ちょっともうちょっと、こっちから見たかったね。ベルハルトって、ね、アークザート3の、オメガバースだよね。威力傷んでいる。書いてあるかは判読できない。これはバルダ像。バルダはちょっと分かんねえな。はるか古代の伝説に残る戦士、その容姿や素性だけでなく、なすら本名であるか不明。しかしかつてこの世界を救った勇者の一人として、いくつかの伝承の中にその名を見ることができる。この銅像はそれらの伝承をもとに創造して作られたものである。でもぶっ壊れちゃってんじゃあな。これはマーティウス、これも古の勇者かい。史上最強、生涯不敗の伝説を持つ古代の剣士。その剣にかなうものはなく、故に彼の体験には神がかり的な力が秘められているという噂された。しかし彼の力をそねんだ男は対戦中に放った毒矢を受け帰らぬ人となったという。マーティウス、
マテウスってアークザト3に出てきたっけ、その伝承かなんかで傷んでいるが、あ、判読できない。これは、あ、判読できないか、そうか。あ、これは、あ、出た。これちょっと、その布どけろ布。ブラキア独立戦争の、統率者であり、祖国を救った英雄として名高い。クレニアでの武道大会によって優勝した経験もあるが、やがて戦いの表舞台からは、引きだな、引きだな。酒じゃないんだよね。魂の訓練として、闘技場運営に障害を捧げた。回復したいなら、そこのコラボ部族に頼みな。いやー、いいものが見えたね。もう26分。まだやりたい。飛んでくれか。何か言うかい？じゃない。何か言うかい？ダメだな。強しかな。話せない。あれ、そのバル族は？ここは酒場さ。あまり客筋がいいとは言えないがね。で、あんたも闘技場で負けたのかい？いや、そうじゃないけど。だったらこんなとこに来るんじゃねえ。戦えるうちは戦いな。ここにいるのは負け疲れた、わびしい奴らさ。やだな。隣のテーブルのやつ、大して飲んでないんだぜ。飲んだ量より吐いた量の方が多いんじゃないか。嫌すぎる。お前も一杯飲むか。あ、ごちそうになろう。と思ったが、酒代がねえ。ただ飲みできねえかと考えてたところだったんだ。諦めてくれ。キーラードック族もかっこいいですね。すごいな。あのパンディットも泣いて喜ぶな。日本足で立てたら、リーザとね、あの生涯仲良く過ごしたのかな。ね、てっきりね、エルクと牧場でも営んでるかと思ったけどさ、全然だよね。負けたよ、チキショウ。チキショウめ、何に負けたんだ。闘技場に決まってんだろ。せっかく10連勝もしたのに、最後に負けたらこのざまだ。一体何をかけたんですかね。この先は闘技場だ。ここに人間が住んでた頃からずっと闘技場だったみたいだぜ。ルルムっていうのは俺わかんねえんだな。このアデネード大陸にはもういないけどな。俺たちバル族が追い出したのさ。けどよ、人間を倒したのはいいが、俺たちバル族の土地は荒れ果てちまってな。仕方なく人間が建てたこの町に住んでいたのだ。あ、住んでいた住んでるのさ。もう路列が回んないな、これ。戦えたきりは2人で参加するのが決まり、その時注意しなきゃならねえのは、何と言ってもコンビネーションアタックさ。ペアバトルの基本だな。どういうこと？かつてこの町に住んでる人間が2人1組で戦うことはペアバトルって呼んだらしい。あまり深い意味はない。昔の人間どもがそう言ってたってだけだ。他にもこんな言葉が残っている。ダンスは飛び入り不可、忍者は嫌。あ、忍者は嫌なんですね。これが何を意味するのか、俺たちはさっぱりだかな。ダンスってのは何のことだろう。このアングルがね、コロ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 変わるのもいいですね。聖火台が特に調べられない。でもここはどこなんだろう。クレニア、クレニアじゃないから、あー、アークザラット3の土地をね、全く覚えてないのが痛いですね。あと500回ぐらいやっぱアークザラットやらないとな。アークザラット1、2はね、ほんと死ぬほどやり込んだからね。どうしようかな。神殿行く前に一回もうセーブしちゃって、一旦区切って探索していくかねえ。言っちゃうと、もうほんと小学校、中学校、高校とね、もうアークザラット RPG したらアークザラットばっかりやってたからね。何度も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 繰り返し繰り返しやってたからさ、染みついてるんだよね、体に。まあ、ちなみにアークザラットで一番好きなセリフは、お前ら腐ってる、腐りきってる、あれが名言だったね。最高だよ。あれをしのぐね、セリフはないと思うね、俺アークザラットで。1でね。2はね、2はなんだろうな、いろ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 あって、もうちょっとボリュームがね大きいからね。俺がやってなかった、魔族の娘のイベントのお話とかが好きかな。セリフとかもその辺の方がいいかもしれない。アークザット3はね、ちょっとね、やりてえな、や
りてえな、ちょっと時間作ってやりてえな。